ニューナンブ M57 は、新中央工業が開発した、自動拳銃。M57A や、これを改良した M57A1 は、自衛隊での採用も検討されたが、いずれも実現しなかった。第二次世界大戦前の大日本帝国では、南部基次郎によって開発された、南部大型自動拳銃や、そこから派生した14年式拳銃、94、 式拳銃といった国産の自動拳銃が開発、配備されていたが、日本の幸福以降は、開発が途絶えていた。1956年9月、日本兵器工業会は、通商産業省からの指導の下で、拳銃研究会を設置し、工用拳銃の統一化、国産化に関する検討に着手した。そして1957年により、 南部基次郎が創設した中央工業を改祖した新中央工業において国産拳銃の開発が再開された。この時自動拳銃2機種と回転式拳銃1機種が開発されたがこの自動拳銃が本銃である。なお回転式拳銃として開発されたのが M60 であった。q x 1 9ト、mm、ルパラベラム弾を使用する M57A と 32ACP 弾を使用する M57 バイトが並行して開発された。M57A は1958年に完成したものの、アメリカ軍が依然として M1911A1 を使用し続けており、弾薬の相互運用性の問題や政治的判断もあって、正式採用は見送られた。その後、1970年代後半には、 自衛隊が QX19mm パラベラム弾を使用する新しい正式拳銃の採用を計画したことから新中央工業を吸収合併したミネベア社では M57A をもとに設計を全面的に刷新して右表のような初見を備えた M57A1 を開発し1979年から1980年にかけて行われたトライアルに提出した しかし防衛庁は、シグザウエル P220 を採択し、本銃は落選した。P220 は、ミネベア社によって 9mm 拳銃として、ライセンス生産され、1982年1月に、部隊仕様の承認を受けて、部隊配備を開始した。過去に、大友商会から、M57A1 の無可動モデルガンが販売されて、いたが、 現在ネットオークションを含めて市場に出回っている数はあまり多くないと考えられる。ありがとうございます。